私は日本共産党を代表して安倍総理に質問します。冒頭、草津白根山噴火で犠牲になった方への哀悼とともに、被災された方々にお見舞いを申し上げます。政府に万全の対応とともに、全国111の活火山の警戒監視体制の総点検を求めるものです。森友加計疑惑について質問します。全国会の質疑を通じて疑惑はいよいよ深まりました。森友疑惑では、財務省の側から森友学園に値引き売却を提案し、口裏合わせを図っていたことを示す音声データの存在を政府も認めざるを得なくなりました。総理、売る側の財務省が値引き売却を提案するというのは、あまりに異常なことだと考えませんか。さらに、交渉記録を破棄したと国会で答弁しながら、交渉に関連する記録が存在していたことが明らかになりました。これは国会を愚弄するものではありませんか。加計疑惑では、2015年6月の国家戦略特区諮問会議のワーキンググループに加計関係者が出席発言していたことが隠され続け、即記録まで破棄されていたことが明らかになりました。加計学園の獣医学部新設が決定される1年半も前から、加計関係者が政府の会合に出席していた。総理、これは加計ありきとしか言いようのない異常な事態だと思いませんか。ここまで深刻になった国政私物化疑惑を、このまま幕引きにするなど絶対に許されません。安倍昭恵氏と加計幸太郎氏の国会招致、すべての関連文書の公表を強く求めます。総理の見解を問うものです。暮らしと経済について質問します。安倍政権の5年間は何をもたらしたか。大企業は史上最大の利益を上げ、内部留保は400兆円を超えるまで積み上がり、一握りの超富裕層の資産は3倍にもなりました。その一方で、働く人の実質賃金は年額で15万円減り、実質消費支出は20万円減りました。総理、安倍政権の5年間で格差が拡大し、貧困が悪化した、この事実をお認めになりますか。こうした下で重大なのは、政府が生活保護を最大 5% 削減する方針を決めたことです。すでに生活保護は2013年の見直しで最大 10% 削減されています。昨年末、市民団体が行った生活保護緊急ホットラインでは、食事が削られている、入浴回数が月1回になっている、耐久消費財の買い替えができない、サイズの合わない昔の服を着続けている、真冬に灯油が買えず肺炎になったなどの深刻な実態が寄せられました。さらなる削減の方針に対して、もう削るところがない、死んでくれと言われているようだとの痛切な訴えが出されています。総理に伺います。第一に、政府は生活保護削減の理由として、生活保護を利用していない低所得世帯の生活水準が下がったから、それに合わせて引き下げるとしています。総理は安倍政権になって貧困は改善したと宣伝してきましたが、低所得世帯の生活水準が下がったということは、貧困は改善という宣伝が嘘であり、アベノミクスが失敗したことを自ら認めることになるではありませんか。第二に、低所得世帯の生活水準が下がったというなら、生活保護を削るのではなく、低所得世帯の生活を支援することこそ政治の責務ではありませんか。生活保護の補足率、利用の要件のある人のうち実際に利用できている人の割合は2、3割と言われています。こうした生活保護行政の欠陥にこそメスを入れるべきでは
ありませんか。生活保護の削減は広範な国民の暮らしに重大な影響を与えます。住民税、保育料、介護保険料、就学援助、最低賃金などで低所得世帯の生活悪化に連動します。低所得世帯の生活水準が下がったことを理由に生活保護を削れば、際限のない貧困の悪循環をもたらすことになるではありませんか。第3に、今回の生活保護削減では子どもの多い世帯ほど削減幅が大きくなります。都市部に暮らす夫婦と子ども2人世帯の場合、生活保護費は年11万円の減額になり、2013年の削減と合わせると年37万円もの大幅な減額になります。総理は施政方針演説で生活保護世帯の子どもたちへの支援を拡充しますと述べましたが、やろうとしていることは全く逆ではありませんか。生活保護は憲法25条に明記された国民の生存権を保障する最後のセーフティーネットです。日本共産党は生活保護削減方針を撤回し、2013年の削減前の水準に戻すことを強く要求します。今回の削減予算は160億円です。思いやり予算など米軍経費の来年度の増加分195億円を当てればお釣りが来ます。政府がまず思いやるべきはどちらなのか、その答えはあまりにも明瞭ではありませんか。答弁を求めます。今一つ正したいのは、総理の言う働き方改革についてです。総理は働く人の視点立場に立った改革を進めると言っていますが、一体誰のための改革なのか、ここは問題です。政府の改革の目玉とされている高度プロフェッショナル制度では、一定の年収の労働者はどんなに働いても残業代はゼロ、労働時間規制もなくなります。この制度でメリットがあるのは使用者側だけではありませんか。労働者側に一体どんなメリットがあるのですか。過労死を一層遺族するだけではありませんか。この制度の導入を一貫して主導してきたのは日本経団連です。労働側は連合も全労連もすべての労働団体がこぞって猛反対しています。高度プロフェッショナル制度残業代ゼロ法案が働く人の視点立場に立った改革などではなく、働かせる側財界の立場に立った制度であることは明らかではありませんか。総理の言う残業時間の上限規制にも大きな問題があります。政府案では残業の上限月45時間は原則に過ぎず、繁忙期は月80時間100時間という過労死水準の残業を容認するものとなっています。電通は高橋まつりさんの過労自殺という痛ましい事態を受け、遺族との合意文書で繁忙期であっても残業は月75時間以内にすると約束しています。月80時間100時間の残業を容認する政府案はこの約束からもはるかに後退したものではありませんか。総理は1年前の施政方針演説で高橋まつりさんの死を悼み、二度と悲劇を繰り返さないと述べましたが、あの誓いは一体どこに行ったんですか。安倍政権の働き方改革なるものは徹頭徹尾、財界の立場に立った働かせ方大改革と言わなければなりません。日本共産党は残業代ゼロ法案の撤回を強く求めます。残業は週15時間月45時間年360時間までという大臣告示を法制化し、これを超える残業を認めないこと、
就業から翌日の始業まで最低11時間空けるインターバルを確保するなど、真に働く人の立場に立った労働基準法の抜本改正こそ行うべきであります。そういうの見解を求めます。原発問題について質問します。小泉純一郎、細川護熙両元総理が顧問を務める原発ゼロ自然エネルギー推進連盟が運転中の原発の即時停止、原発再稼働は一切認めない、自然エネルギーへの全面転換などを柱とした原発ゼロ自然エネルギー基本法案を発表しました。基本法案の内容は我が党の立場と一致するものであり、全面的に賛成であります。協力してその実現のために全力を尽くす決意であります。総理に3つの基本点を伺います。第一に、どの世論調査を見ても原発再稼働反対は国民の5割から6割で揺るぎません。それは福島の現実を日本国民が体験したからです。福島では原発事故から7年近くになるのに、今なお県発表で5万人を超える県民の方々が避難生活を余儀なくされています。家もある、土地もある、草ぼうぼうになったけれども畑もある、でも帰れない、ふるさとが奪われてしまっている。福島のこの現実を目の当たりにして、再稼働反対は今や国民的合意になっていると考えますが、総理の認識を問うものであります。第二に、原発を再稼働すれば計算上わずか6年で原発の使用済み核燃料貯蔵プールが満杯になります。